ペルボロさん、歌うぞ。ゴーシャーク。その、よろしく。よいしょ。すいません、僕のお母さん寝てるんで、静かめです。はい。すいません。ということで、本日の企画。はい。キレザキレイジの新曲突撃しましたもん。はい、なんか切り裂き英二の家に突撃したんですね。はい、もうしました。後取りってことだよ。後取りですか。どうしよ、すいません、さっきまでエスボ来てましたね。そうです。で、僕あのヒロトの結婚式で東京行ったじゃないですか。はいはいはい。あの時に切り裂き英二の新居に突撃しました、うん、東京の、うん、あの、あいつ何も言わずに石川で出たじゃないですか。そうですね。許せない、許せない。突撃しましたよ。なるほど。でもまあ行くって知ってたんですけどね。全然突撃じゃないな。そう。だからお前寮にご祝儀とはどういうものかっていうのを教えとって。そう。俺の車でいやちゃんと教えた方がいいぞって。まあだからまあ新居に行ったってことだよね。そうですそうです。どうでしたか、切り取りの。めっちゃ綺麗やった。新築やしね。新築。今年できたばっかり。めっちゃ新築やん。そうだって。ビンビンやん。そう、1年経ったな。マイコの部屋に行ってないか。おい、行ってない。うわ。次マイコの部屋突撃する。めっちゃいいよ。そして木崎英二の妹の家突撃。一泊お泊まりさせてほしいな。かける寮の家が俺マイコの家みたいな。どうするの？いや、何もできんやろ。一緒にお風呂入ろうってやつ。どうするよ。どうするよ。親さんと風呂入りバカかい。ぶん殴るぞ、ほんとに。すいません、嘘です。嘘です、おじさん。おじさん、嘘です。最悪。おじさん、嘘です。でも、おじさん、Tinder 課金するのやめましょう。いや、それマジやめて。ほんとに。俺、次から見たこと怒りますけど。はい。はい。あんま長々話してもね。そうですね。だけど、今、編集途中なんで。そうですよ。やめて。もう突撃したんで、その突撃した動画を見てもらいたいです。切り裂き英二の新居に突撃の VTR をどうぞ。俺はキャプテンソップ。はい、ということで切り裂き宅にやってきました。早速ね、ちょっと中に行ってピンポン押して突入したいと思います。はい、いや、結構早く行くって言ったじゃないですか。ちょっと今俺、個人的な、あれ、プライベートではないけど。いやいや、開けてくださいよ。開けてください、早く。ああ。いやね、東京やっぱね、電車迷うわ。めっちゃ。やばい。わからん。まあ、見ればいい、わからんけど、時間かかる、やっぱ慣れてないから。どうもこんにちは、切り裂きです。はい、こんにちは。寝巻きすぎんか、それ。疲れてんのやろ、今。まあまあ、ちょびちょだけ。あ、まあそんな疲れてない。あ、そうですか。そうですよ。いや、東京になんか引っ越したっていうんで、はい、東京に宿が俺にはできたと。いつもエスパやってんけど、多分ね、俺思うやんけど、はい、やっぱし、うん、なんかまあ絆の力といっては多分一緒やと思うよ。俺もエスパも多分、もう、まあ、宇田との関係性において、はいはいはい、うん、そうやね。だから多分ここ終わったら次はケイスキがもっちゃん、うん、でもっちゃんはしかも今なんか引っ越したらしいから、しかも俺より広いとこや。そっかそっかそっか。そうだから多分あいつの方がいいんじゃないかなとちょっと思うけどね。で、ごしゃここ泊まらせに来るわ。いや、あ、いやいいわ。あ、じゃあいいわ。じゃあ言う俺ちょっと。俺、いやいやいや、あいつなんか汚いっていうか削って落とすもん。どういう部屋かちょっと紹介してほしいんだよ。なんかエスポも結構来とったやん、ここ突入しとったやん。あれ ガチで寝起きやったやん。いや、あれはありえんと。マジで、本当にもう約束してなかった。来るってしとったやん、俺、今日。あなたは。ああ、まあ、しとった。ヒロトの結婚式前日って言って。あれ、ガチで何にもなしで。マジでアポなし。で、その前日にも来とったやん、ケイスケが。あ、そうなんや。来とって。うん。そう。でも、勘弁してほしいよな、そんな。なんか、マジアポなしとか俺嫌いやわ。嫌い。え、俺言ってなかった？石川県、お前出るとき、絶対エスポアポなしで行くんでって。俺言っとったの覚えとる？突撃してく、絶対してくるよって。そんなん言っとったっけ？言っとったよ、俺。言っとったっけ？言っとったよ。定期中。で、お前言っとったやん。絶対そこに住所教えんって。そしたら完璧に来ましたね。俺もだからエスポの一回アポなしで行ったろうと思った。いいよ、めっちゃ。ねえ、ちょっと紹介してよ、家。別に紹介するもんね。いや、別に部屋だけでいいんけど。はい、こちらテレビでございます。あ、これでっかいやつ。いつもね、石川時代から使っとるよね。これね、めちゃくちゃいい AV が見れるんですよ、この高画質で。70万、80万か。そう、それ去年、一昨年ぐらいに買ったものやから。持ってますね。いや、全然ですよ。もうそんな持ってないです、全然。で、ここが編集ゾーン。そうです、ここが編集ゾーンですね。こんな感じであって、ではここがキッチン。そう、なんかさ、はい、こうだけ見たら、はい、ここだけね、こうやってね、似てんねんな、石川の時と。あー、だから昔俺とエスポが住んどった家に行ってた。そう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 。だって家賃高い。
金銀って。まじ、東京やしね。俺住んどるところの。いや、東京は。あ、てか、どこも高かった。いや、高いやろ、だって。2LDK とかやったら、まあ、30超えるんや。まあ、ほんと23区やったら、まあ、なんか結構東京駅付近とか、まあ、なんか、いろいろ。高いやろ。うん。高いね。高い。なんかめっちゃ豪華な家には住まんでんね。うん、そんな住まん。俺はそこまで生活水準上げんから。あ、そうですか。そう。で、こっち行くと、右はオナニー場所や。いや、オナニーはベッドよ。オナニーベッドなの？オナニーベッドっすよ。いや、トイレでオナニーしんやろ。ちょ、5社だけ。5社は、あの、何系？パチンコやろ？パチンコ屋とバイトの、うん、その、何系？トイレでやる。でも俺は一番苦労させられたのは大学時代ですよ。大学時代あの、はい、駅で待ち合わせするわけですよ、うん、入学式とか、うん、でめっちゃあいつ遅れてくれん電車で。そしたら何しとったんって言ったら、朝ちょっと仕事と遅れた。あー、まじ暇と一緒。毎日言うね、朝からしこるしこる。頭おかしいやろ本当に。でそこが洗面所。え、あのちょっと質問一個いい？はい。女の子はいないんですか？女の子は欲しいんですけど募集します。でもマジでこっち来てから何もそんな女体にも触れてないし。マジで？はい、お願いします。あ、頼んどるよ、ここに。お願いします。東京の子やね。お、綺麗なお風呂。え、こんな綺麗なわけ？超綺麗よ、これ。これ一回もおかしないもん。風呂掃除誰？俺この世で誰嫌嫌いなもの。風呂掃除となんか皿洗い言っとったね。洗濯とかは別全然いいや、うん、シャワーとかなら別にいいやろ。いや、マジで風呂掃除はだるいから。いや、だから風呂入ってきたら風呂掃除しろっていう。ここ寝室ね。はい、いいベッドやな、お前。20万やったっけ？そうや。いや、言っていいけ。ベッドとか一番金使った方がいいから。いや、俺ブランド物 も本当にそうやと思うよ。人生の3分の1ここで暮らせんよ。薄い考えでみ、やばない。これいいベッドなんやろ。何やったっけ？これアナっていう、なんかめっちゃ高級ホテルのベッドそのままのやつみたいな。じゃあいらんかったらちょうだい。いや、不可能。お前ってさ、服持ってきたの？服ちょっと持ってきたよ。まあ俺そんな服ないじゃん。でもそっか、今から夏やしね。半袖は変わんないの。だってこれでいいやん。いやいやいや、これでいいわ。オッケー。もうそんな余計なもん変わんない。はい、ということで、まあ部屋はこんなもんかな。そうだね。はい。へい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 。最近石川調子どう？石川調子悪いよ。え、悪い？めっちゃ悪い。え、悪いってだからどういう日常だから。まあでも俺はここ来てからもうほんと車が運転したくてたまらん。これ一択。俺でホームシックなりやすそうやなとか言われるけど、うん、マジで借りたくない。全然借りたくない。え、いいけここやっぱ。あの、いいんけど、で、あの、まあ、帰りたいってなったら、その、1年に1回、あの地元に帰った時の感動がすごいと思う。いや、多分すごい。多分お前、年末やろな、それが。そう、だから俺、それを体感したいの。じゃあ次帰ってくるの年末や。そうや、年末まで帰らんの。でも年末はだって俺ら高校の友達とほら、ああ、いいわ、それは普通に行こうぜ。それはあるやん。じゃあそれがあって帰るってのがなんかめっちゃいいと思う、うん、本当に上京したって感じ。そうだ、それちょっとたまらんねん。で、まあ、田んぼはそこまで見たいと思う、うん、で、俺、だって一昨日も俺、埼玉行って田んぼ見てきてんけど、うん、まあ、いいと思ったけど、まあ、別にそこまで焦がれんねんけど。車やな、俺、ね、これ、ここで車あって駐車場代とか安かったら最高だった。まあ、そうやね、まあ、だからちょっと買おうかなと思ってるけど。あ、そうだね。ただ、違う、人引く。ガチって、これはやばい。ここやったら、嘘やばいと思う。だから、ちょっとそれはやばいってなっとるから、そのようなお腹になったらたまったもんじゃない。そうやね。まあ、だって5年間、2017年の12月から毎日車乗っとるような人間が今1ヶ月か1回も乗ってないのすごくない？確かにすごい。でももう1ヶ月経ったのか。そう、まだ1ヶ月1ヶ月…まあ、これ上がる頃に1ヶ月経ったんじゃない？経ってるわ。石川帰ってきた時の運転してって言ったらヤバそう。いや、それも楽しいやん。意外とペーパーの時で自己欄に。そうや、うん、慎重になるからね。そう、慎重になるもん。1年目は車にぶつかったことなかったけど、そうか、去年俺人の車にぶつけたしね。東京いいね、やっぱ。え、でもかけら結構帰りたいんだってな。どこに？石川に。石川今ちょっと帰りたい。いや、そうなん、うん、いやでもやっぱ多分自分の家があるのとないのと違うと思う。多分一人暮らしで家があったら多分帰りたいってのはなると思う。でもね、ここは、うん、例えば俺今まで東京ってさ、1週間の撮影のために1週間滞在したり、コムドットとコラボするってなって1日東京行ったりしとったけど、うん、もうそれの東京が嫌やって。嫌やろ。そうね、そう、そう、分かるよ。1日2日だけ3日間だけ東京行くみたいなダメだもん。俺も多分ダメ。苦手なのよ、かかってだからずっとおるならいいってこと。ここにまあ、あの3、4週間ぐらいおって、うん、暮らしとって、うん、全然苦じゃない。マジの一人暮らしやもんね、今。そうやね、マジやね。女呼び放題やん。そうやね、お前女ばっかり、ほんと相変わらずやろ。です。でも今女っ気ゼロね、俺。お前は多分あと半年ぐらいしたら多分絶対俺。そう、人間やしな。それでじゃあまたちょっと動画回させてもらうわ。半年経って木崎は女がいるのかっていう。あ、いいや、半年バージョン。そう。
あ、まあ、なんか言いたいそうで、あの実はですね、はい、今あたかも今あったかのように見せかけて、はい、かつ、うん、そのヒロの結婚式が明日あるぞみたいな感じで言って、うん、時系列をずらして動画を進めてましたけど、うん、これもう帰り際なんですよね。いや、マジ帰り際今あと俺2時間で帰る、はい、劇団切り裂き出ました、はい、劇団切り裂き出ました、まあ、全て結昨日の結婚式も終わって、うん、で今ここにおる状態の俺ら、そう、の話をしたいね。そう、はい、来ました。どうやった？はい、やってまいりました。で、ヒロの結婚式ガジュチョンの集って証拠として、じゃあ、はい、こんな感じで行ってきました、うん、行ってきましたね、はい、どうやった？いや、まあでも俺は前日に自分の撮影やってて、一昨日にフィッシャーズさんのその UFS の宣伝かなんかの撮影やって、うん、ちょっと結構疲労が溜まってた、あ、寝てなかったん、ちょっと、うん、まあ、楽しかったんやけどね、その撮影は、うん、フィッシャーズさんの撮影も俺の自分の撮影も楽しかったんやけど、うん、ちょっと編集とかもあってめっちゃ寝ずに行ったらすげえ僕疲れ切ってました、うん、俺一人でこうポツンって寝てたりしましたからね、他のクリエイターいるので。いや、でも、うん、ヒロの結婚ガチで感動した、感動した。ハンの手紙、友達と友達の掛け合いで泣いた、初めてかもしれない、うん、だからハン君が手紙を見上げてヒロとの思い出を語ったわけよね、うん、来てる人全員に向けて。あれよかったね、あれめっちゃよかった。やっぱ俺ら石川時代のやっぱ苦悩を知っとるからさ、やっぱハン君、うん、ヒロも、いや本当に。ほんでスカイピースに会ってケルが言われたことがマジで面白い。スカイピースは俺ら二人初めて会ってんね、で挨拶してんて、うん、記念撮影の後に挨拶しました。で最初リョウ喋って、最初はテオ君と喋ったんかな。そう、そしたら写真撮影終わった時にジンタンに、怖い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 悪い人ですかみたいな感じにかけるく言われたんですよ。そう、俺が言われて、で大丈夫ですかみたいな。ガチだなこれ、まあ、でもマジだからジンタンめっちゃ面白い。そう、めっちゃ面白かった。感謝やっつって、そうそう、怖いです怖いですね。もう言われてみたら、うん、そうやなってなる。3人ぐらいに言われたし、ハン君の友達にも肩こうやってポンポンポンって言われて、その格好とその顔って反射。それはガチだもん。あれ、ハン君の友達面白かったよね。そう、面白かった。いやいや違うよと思って、はい、スカイピースジン君と、うん、そのハン君の友達がちょっと面白いベストや、そう、面白いベスト。スクワットとも初めて喋ったし、あ、スクワット面白かった。アナルでタバコ吸うし、うん、アナルでポケモンの声出しちゃったし、ね、そう。あ、そういう動画を聞かせてもらったってこと。聞かせてもらった。やっぱ YouTuber って面白い人多い、ね、いや、おもろい、最近おもろい人多いね。なんかあの人だと動画撮ったらめっちゃ楽しそうや、楽しそう、うん、まあ、1話第一にヒロとやっぱ本当におめでとうって感じ。本当におめでとうございます。まあ普通に俺らいつも久しぶりの切り裂きとライブでご飯行ってサウナ行きましたね。ああ、そうなん、うん、プライベートサウナ行ったよ。そうそうそう、初めて行った俺。よかったね。でも高い。まあ高いね。でも今まで行ったサウナでは最上級けど、まあ高い、うん、俺はごちそうになったんですけど、今日はまあ突撃という感じの動画なんで、ここら辺で終わりたいと思います。はい、まあでも楽しかったね。これでちょっと反射っぽく見えません、皆さん。これスーツやからね。いや、で、じゃあひげ剃っとったら大丈夫ない、うん、多分なんかそのスーツの着方とこのひげ誤ってちょっと反射に見えた、ね、いや、マジです。反射っていうのは簡単に言うと、うん、893です。そうです。はい、色のクリエイター間違えないでください、僕のこと。普通にクリエイターです。そうじゃありません。あの瞬間ちょっと撮ってきやがった俺。いやな、それな。どっちかというとガチアマも知らんだらそういう風に見えてしまってもおかしくないけど。そうやろ。ということで僕今から石川帰るんで、また遊び、夏来るわ東京。はい、うん、次はおデブちゃん連れてくるし。結構です。おデブちゃんできんで。ということでまた会いましょう。はい、 See you again。 バイバイ。チャンネル登録高評価お願いします。あとコメントどしどし待ってます。バイバイ。チェース。チース。響き渡ると言う